こちらう巻きですね。はい、ありがとうございます。日本酒もらいます。はい。じゃあ崩れください。崩れ。はいはい。はい。あ、すみません。はい。なんか沖縄にいる感じです。ですよね。別に沖縄の由来になると誰もいない。全く関係ない。すみません。お待たせしました。こちららが肝入りじゃうなぎ丼です。すごい。はい、どうぞ。これが上ですね。これが上、そうですね。肝入りじゃうなぎ丼です。こちらの上でも上じゃなくても中詰めにしてあってうなぎが。表面は地焼きも独特のこのパリッとふわっとっていうのを楽しんでいただけるんですけど、中は蒸しうなぎになってるので、あ、中詰めってなんかミルフィーユになってるんですよ、うなぎが。あ、中に入ってるんですか。そうですそうです。ご飯に入れてるから蒸されてるんです。そうですそうです。ご飯で蒸されてちょっと蒸しうなぎ風のはい食感を楽しんでいただけます。うちはお吸い物は桑名のハマグリのお吸い物をはいご用意してます。で今日黄色いのがうざくで、これ刻みわさびでちょっと薬味なんですけど辛みきついので気をつけてください。これが天のうなぎって言って。これは2年ぐらいかけて仕上げる天然に近い状態のうなぎを頑張って作ろうって作った、ちょっと長めに餌与えたりとかしてあげるんですね。めちゃくちゃでかいんですよ。大体1年半とかそんなもんですよね、養殖。そうです、長くてそれぐらいなんですけど、これはもっと長い期間かけて飼育した天然うなぎ仕立ての養殖、天然っぽい身の質感みたいな。はい、でも本当にうちのもともとの大将がうな富士のうなぎ大好きで、もともとうなぎの餌屋さんだったので、なので全然ご要望があると天然うなぎも全然いろんなところにネットワークがあるので、全国各地に電話をして仕入れてきます。なるほど、はい、わかりました。ありがとうございます。こんなに多分うなぎ食ったことないですね。この感じと沖縄ソングとお酒でだんだんなんか沖縄にいる感覚でしたね。日中この席すごいいいと思いますよ。床暖ついてるのかなと思ったら違うんだなと思って。そうなんですよ、そうですよね。日差しがすごい当たるので床暖チックですよ。いやー、お味大丈夫でしたか？あ、美味しかったです。やっぱ普段東京で食べるうなぎとは違うんで。そうですよね、はい。どう思います？こういうの東京でやったらどう思います？今も有楽町にあるんですけど、今有楽町ありますよね。今有楽町しかないので、なんかもう1店舗か2店舗東京にもあると、まあ、お互いこの技術の磨き合いというか確認の試合ができていいなと思ってまして。有楽町ももちろん打ち焼きですよね、はい、そうですそうです。お腹咲いての、はい、そうです。腹開きなんで大変でした、東京が最初あれってなんか切腹、はい、そう、切腹の意味があるから東京の人嫌がるんです。だから背中からやってて、そうですそうです、はい、というなんかそうなんです。なんで東京のうなぎ屋さんは腹開きの仕方みんな知らないんでできないんですよ。みんな背中から向きって、そうですそうです、蒸して油落としてちょっとしっとりと、そうです。で、あの柔らかい感じで食べるのがうなぎっていうイメージじゃないですか。だからなんか食感ねえみたいな、多分関西の人は思うんですよね。そうなんですよだけどそういうもんですよね。逆にこっちのやつはあれですよ、地焼きだから蒸さないから油をこう内包するみたいな。そうですそうです。逆に油を楽しむみたいな感じになりますよね。まあまあ好みでしょうね、本当に、はい、でも東京に多分進出する意味ってすごいあると思うんですよ。やっぱり食べてもないからですよね。こういうのなんかあったらいいなっていうのがあって。ごちそうさまです。どうもありがとうございました。